もご視聴いただきありがとうございます。本日は、6月の4日、ただいまですね、信楽の方に向かっております。本日は、作家陶芸家の滝川恵美子先生にご招待いただきまして、美穂ミュージアムの懐石の器展というものを見に行きたいと思います。はい、本日はすごくいいお天気に恵まれました。よかったです。日傘もちゃんと持ってきました。ですね、本日の同行者は、やんごとなき高貴なお心の持ち主様です。今ですね、やんごとなき高貴なお心の持ち主様が運転してくださっているので、私はのんきに鼻歌でも歌っていきましょうかね。いい子なんですよ。本日の旅のお供はこのみーちゃんです。みーちゃんよろしく。バッタデザインのピアスをつけてるんですよ。見てください、見えますか。こちらはエスズファクトリーさんといって、鈴鹿に在住の女性が一点一点手作りで作っているジュエリーです。このバッグはですね、仲良しの千代ちゃんが以前プレゼントしてくれたものです。そしてですね、この可愛いお花の飾りですね、こちらはともちゃんが手作りで作ってプレゼントしてくれたものなんです。今日は日本ミュージアムに行くということで、このお気に入りのこのバッグをチョイスしてきました。かわいいでしょ。千代ちゃん、ともちゃん、見てくれてるかな。見てくれてると嬉しいな。皆さんも旅行してる気分で景色を楽しんでください。今からですね、鈴鹿のサービスエリアに行きたいと思います。飲み物買ってきます。美味しいものが、私の大好きなはんぺんがありました。買っちゃおうかな。牛タンでしょって、すごい、買っちゃおう。見てください、鈴鹿の不安なスーツですよね。すごい。私ね、若かりし頃、ミハイル・シューマッハ選手の大ファンだったんですよ。信楽インター降りました。もう信楽はね、緑がいっぱいでのどかな風景が続きますね。やっと来たぞ信楽って感じですね。はい、信楽といえばたぬきさんですね。おっと、どうやらやんごとなき高貴なお心の持ち主様が道にちょっと迷われてしまったようですね。懐石の器店を見に行きたいと思います。楽しみです。残念ながら中の撮影はできません。ごめんなさい。
見てください、滝川恵美子先生の作品です、はい、素敵でしょう。滝川恵美子先生の作品がこんなにたくさんあります、嬉しいです。Walk like an Egyptian。 永遠の至福を求めてだって見ますか？滝川恵美子先生、ご招待本当にありがとうございました。素晴らしい、作品展で、滝川先生の素敵な作品もたくさん見ることができて本当に嬉しかったです。ご招待ありがとうございました。素晴らしい赤松です。すごいです、雲一つない青空。わー、こんなの見たことないかも。私はね、こういうね、木の下を通るのはね、虫が出るから嫌だって言ったんですよ。だけどね、やんごとなき高貴なお心の持ち主がやれって言ったんですよ。本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。こうして見てくださってる皆様のおかげで私も幸せな気持ちになれますし、より一層励んでいきたいなという気持ちになります。ありがとうございます。今日はですね、滝川恵美子先生のご招待で、日本ミュージアムに行ってまいりました。の器展ということで、私以前ね、仲良しのゆりさんと美穂さんっていうお友達と一緒に懐石料理のお教室に通ってたことがあるんですよ。なので、懐石料理の器ね、とっても興味があったんで本当に楽しかったです。素晴らしいものばかりでした。今日もあなたが幸せでありますように。またいらっしゃい。チラシです。こんな可愛くて素敵なちらし寿司初めて見たよ。はい、この子たちは大好きなお友達にあげようと思って購入しました。どっちの子が誰の元に渡るのかな。